よう。おお、いやー、どうもご無沙汰でした、八神氏。いらっしゃい、お二人さん。元気だった？この野郎、連絡もよこさねえで、いつの間にこんな事務所。お、あ、お、おっと、このけ、しゃらくせえ。さすが元泥棒、前より腕上げた。泥棒じゃなくて窃盗団ね。同じだろ。やだな、僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。強気をくじいて弱気を助ける、義賊的なやつだよ。まあそれもずっと前に足洗ったわけだけど。いい事務所だな、少しうちに似てる。そりゃまあ、僕らが目指すは八神探偵事務所だから、憧れの先輩ですよ。ささ、どうぞおかけになってくだされ。早速依頼内容のブリーフィングを。なんだブリーフィングって？状況説明ってこと。まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。アジェンダ？議題のことね。うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。優しい目で付き合ってあげて。いいと思うよ、最初は何でも真似から始めるもんだ。というわけで、八神氏たちにご助力賜りたいのは、最近探偵業へ増えつつある案件でして。どうでしょう、なんとなくお分かりになりますかな。カムロ町じゃまず来ない案件だと思うね。横浜ならではってことか。わかった、じゃあもうあれしかねえ、中華街を仕切ってる連中の島争いだ。だろ。ああ、そういやこの辺ハンピンニューマンってギャングがいるんだって。そう、そのハンピンなんとかの構想が依頼のネタだ。今のところこちらにギャングの構想はありません。我が社で増えている依頼というのは、いじめについての調査報告です。いじめか。うちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか、加害者を特定してほしいといったものですな。親としては自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし、それで学校にも責任問えるでしょ。子供っていくつぐらいの？一番多いのは中学生です。あの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えるんです。すると攻撃性や支配欲が強まるんですが、まだ脳が未熟で理性が効きません。それでいじめが起きやすくなります。思春期ってやつか。ただ今のは男子限定の話なんだろう。女子にだっていじめはあるよな。ええ、いじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンも関係すると言われています。オキシトシンは男女問わず仲間への親愛を司るもので、例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されます。うん、それだけ聞くと善玉みたいだけど。そうですね、太古の昔オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました。特に出産直後に子を抱えて無防備な女性には仲間たちの助けが必要でした。オキシトシンがその支え合いを促したのです。そしてそうした行動の取れる群れでなければ子を育てられず、厳しい自然を生き残れなかったでしょう。しかしやがてこの仲間への思いが強くなっていくと、今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者とみなすようになりました。例えば働きもしないのにただ収穫物を食べるだけのもの、彼らを放っておいてはやがて誰も働かなくなり、その群れは全滅してしまいます。確かにな。だから裏切り者には仲間内で制裁が加えられました。当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです。裏切り者をきっちり迫害した群れほど結果的に淘汰されずに済んだでしょう。
つまりそれが私たちの祖先です。じゃあいじめはその時の名残ってこと？本能に組み込まれてる的な？全部ホルモンのせいかよ。もちろんそうは言いません。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよね。空気の読めないものを KY、 反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか？歴史上もそうやっていろんなマイノリティが迫害されてきました。世界中で古今東西を問わず。だいぶ勉強したみたいだな。主につくもくんがね。僕は体張る担当なもんで。なるほど。ではついでながらもう一つ面白い話があります。人は裏切り者を見つけるとそれを制裁したいという欲求に駆られます。なぜならそうした制裁を下すと脳がドーパミンという快楽物質を出すんですよ。つまり正義をなすとき人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。ならその正義が歪んだものだったら大変だ。暴走して歯止めが効かなくなる。まさにその通りなのです、八神氏。で、俺らに手借りてって依頼もそのいじめ絡みなんだよな。ええ、依頼人はとある私立校の理事長です。校内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよ。ただしなるべく波風を立てないように。その学校の規模は？1学年にクラスが6つ、3学年で18クラスですな。全校生徒600人余りです。僕と杉浦氏だけでは手が足りません。夜その依頼人と外で会うことになってんだ。そこで詳しい内容を聞く予定で、その時は2人にもいてもらいたいんだけど、いいよね？段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵者にしちゃ上出来だ。それまではご自由にどうぞ。場所は八神さんたちの歓迎も兼ねて中華街の店をセッティングしといたから、教員楼って店に現地集合でお願い。わかった。お気遣いどうも。ありがとうございます。
あったぜ、タボー。教員楼、ここだ。そろそろ着きましたかな、八神氏。我々はもう着いていますぞ。ああ、今店の前。わかりました。では受付で、雲の連れだと言ってください。了解。慣れたもんじゃねえか。あいつずっと満喫で引きこもりだったんだろ。俺らももううかうかしてらんないね。さあさあ、こちらが先日お話しした八神氏と海藤さんです。神室町の名探偵ですぞ。つくもさんから大噂は金がね。私は奥田と申します。私立清涼高校の理事長をしております。なあ、清涼高校ってさっき店員煽ってたガキどもの？多分そうだね。何か今日町でお宅の生徒さんたちを見かけました。店の人を怒らせといて、それをスマホで撮ってたんです。7、8人で取り囲みながら。あっちゃー、八神さんたちがそんなの見たら素通りできないよね。おお、まとめて鉄拳指導してやったぜ。鉄拳？いや、ではその私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。まあそう言うなよ、理事長。腹割ってオープンに行こうや。海藤さんはもうちょいビジネスライクにしようか。奥田理事長、明日から早速調査に入りますが、改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか？ええ、もちろんです。本校も日頃いじめ問題に取り組んではいますが、それでも常に不安なんです。果たして十分に防止できているのか。そしてもしすでにいじめが芽吹いていたなら、深刻化する前に摘み取るべきでしょう。つまり肝心なのは事前の予防です。それで探偵に依頼を？ええ、そんな風に思っていた時、99課の看板が目に入ってきましてね。ホームページを見たら、すでにいじめの調査なども実績としてあった。これは運命かなと。な、大げさな。けどうちが今までやってきた案件って、大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけで、僕らはその証拠を揃えてきた。今回みたいにあるかどうかも分からないいじめを探すっていうのは初めてでさ。ゆえにここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。なんか作戦があんだな。ええ、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。すでに小型の隠しカメラをかき集めてありますよ。それをいじめの起きそうな校内の死角に仕掛けていこうかと。まずは期間限定で2週間ほど撮影することにしましょう。いじめを隠し撮りってことか。ただもしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。そこがベテラン探偵の出番というわけで。よく言うよ。守衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らないですよね。ええ、知っている人間が多いほど秘密は漏れるものですから。それに八神さんは神室町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。この依頼を完璧に果たしていただける方だと。どうぞよろしくお願いします。どんどんハードル上げられていくな、タボー。では八神氏、何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。お、いいね、ベテランの仕事ぶり。早速勉強させてもらわなきゃ。なんかやりにくいな。まあでもそれじゃあ。
理事長がわざわざ探偵を雇う理由聞かせてもらえません？それはですから、深刻化する前にいじめを見つけたいからです。先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。彼らの申告だけでは信用しきれないというか。奥田さんはさっき先生方の申告を信用しきれないってそんな風に言ってましたよね。人のやることですから、見落としや勘違いでいじめに気づかないこともあるでしょう。もう少し含みのある感じに聞こえました。そうでしたね。確かに。何かあるんですか？なんと言いますか、実はもう4年前になりますが、うちの高校で生徒が一人自殺をしています。自宅で首を吊って。それはいじめが原因で？いえ、第三者委員会を設置して調査をしました。いじめの事実は確認されてません。裁判所も同じ判断でした。裁判所？自殺した生徒の保護者から訴えられたんです。学校でいじめがあったんじゃないのかと。ネットには確かにそういう書き込みがあって、とはいえ他に客観的な証拠はなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。実際に理事長の目から見ていじめはなかったんですか？なかったと信じたいです。ただ正直そう言い切るには私と現場の距離は遠かったように思います。今本校に通っている生徒たちも私の目には問題ないように見えます。みんなまだ幼いものですよ。しかし例えば2月ほど前、教育実習に来てた学生が心を病んでしまったのか突然来なくなりました。なんだそりゃ、生徒にいびられたってことか？さあ、もしかしたらそうだったかもしれませんが、未だに彼のことは分からずじまいです。生徒らとなかなかうまくやっていると思ってたんですがね。その後ご家族の方で捜索願いを出したと聞いています。Guarantee you this all has something to do with like the beginning of the game where that guy killed the one guy because his son committedSuicide for bowling. This all connects, probably, guaranteed. Obviously. とにかくそういうわけで、皆さんにはどうか見えにくい学校の影へ光を当てていただきたい。それが私の今回の依頼なんです。あの、さっきはなんとなくうやむやにしちゃったんですけど、今日町でお宅の生徒とやり合っちゃって、そのことはもう大丈夫ですかね？ええ、その話はもう聞かなかったことにしますので。おお、ただこれだけは言っとくぜ。同じ状況に出くわしたら俺はまた連中を締めっからよ。遠慮する気はねえ。相変わらずだね、八神探偵事務所は。もし調べた結果いじめがあったらどうするんです？もちろん学校側で指導します。県にも報告しなければなりません。そうすると先生たちは仕事が増えちゃうよね。生徒に聞き取りしたり、いろんな書類を書いたりさ。それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。ええ、残念ながらあるでしょうね。ただでさえ仕事の多い教師たちが進んでいじめを見つけ出したいかといえば、
できればないに越したことはない。じゃあいじめ見つけたらボーナス出してやるってのはどうだ。進んで見つけたくなるぜ。さすがにそういうのはまずいんじゃない。いや一案かもしれませんよ。まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。あの理事長も好きですかね、北京ダック。ん？ええ、まあよかった、俺も好きなんです。あの甘辛いソースとパリパリの鶏皮感っていうんですかね、控えめに言って最高です。やがみし、遠慮は体に毒ですぞ。追加でオーダーしておくので今は仕事の話に集中してくだされ。おい恥かかせんなよ、タボ。もし調べた結果、もちろん学校側で指導します。県に。そうすると先生たちは仕事が増え、それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。残念ながらただでさえ仕事の多い教師たちが。進んでいじめを見つけ出したいかといえばできればないに越したことはない。じゃあいじめ見つけたらボーナス出してやるってのは。さすがにそういうのはまずいんじゃない。いやまだ完璧ないじめへの対処法というのは。お話を伺っていろいろ分かりました。とりあえず仕事の話はこんなとこか。そうですね。あとは実際に現場を見てみませんと。その時またお話を伺うかもしれません。それはもちろん。よし、じゃあもう食っていいな。何今まで遠慮してたみたいに言ってんの。気にせず食べてたくせに。そいつはどうだろうね。よう兄さん、スイカだ。こっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。ここそんなに安い店じゃないよな。ご安心くだされ、八神氏。今夜はお二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。マジで？あ、じゃあ俺も追加で。いや初日からご苦労様でした、八神氏。先ほどは細かい話も出ましたが、要は清涼高校でいじめの事実を見つければいいのです。ああ、学校に隠しカメラを仕掛けるって言ってたな。ええ、数に限りがあるので明日仕掛ける場所を探りましょう。校内へは空調整備に来た業者の手で潜入するつもりです。つなぎでも切ろってのか。実はもう人数分作業服を用意してありますよ。今回の仕事で我々の調査を承知しているのは理事長一人なので、生徒や他の先生方の目をごまかさなくてはなりません。わかったよ。まあいい、今日はこんなとこだ。それもそうですな。では八神氏たち、これからはここを自分の事務所だと思って自由にお過ごしくだされ。
困ったな。ヤガムさん、はあ？はあ。しますぞ。わかった。おう。
あの、なあ、そうですとも。へえ。マジで。感謝しておりますぞ。Alright, so there are side cases here. I guess I'll do them.時間食っちゃったよ。
Maybe you gotta be at night time to like do this one? I don't know. It's not triggering anything, so. I'm like right by here, so I don't know what to do. Okay. しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございます。I guess I gotta look up what these little triangle things mean, cause like I have no idea. Unless they tell you on the map, I'll check the map. Let's see. Oh, these are places. Yeah.That's just that. That's just all that. Yeah, I don't. I'm assuming these are side quests, but maybe these are like friend. To get friends? Because I know that was a thing too.I'll have to look it up. I'll do that right now. Alright, so those are called Hangout Store, locals are. Okay, that's nothing important right now then. Alright.Yeah, this will take a while to get all this stuff, so. Look at this. Because I wanna just honestly upgrade the snake style, because this is like my style.The tiger style is good too, though. I'm sure it's way more improved compared to the first game.
Yeah. Perfect guard, regard, yeah. I'll worry about all that later. I seriously just want to do the snake style right now. Alright. Now that I know this is nothing, I'll figure out. So I guess you can't do any side quests right now, okay? I guess we'll just go on with the story then.時間食っちゃったよ。